どうも、オプショントレーダー兼ボイシーパーソナリティの熊谷です。今日もチャートとオプションの手口を使って今後の日経平均の動きを考察していきたいと思います。本日6日はとうとう終わり値で3万3000を奪還。朝方ねマイナスだったんですが切り返しての7連投となっています。真の水曜日と言われるメジャー S q 州の水曜に異常に強い相場のまま突入というね、まあなかなかドキドキハラハラな展開になってきました。このまま3万3000以上の S q 値決済へ突き進む のかそれともねもう一波乱あって水曜木曜でドスンが来るのか現時点での短期のリスク要因なんだろうなというところを含めてね今日は考察しています是非最後までご覧くださいそれでは早速9月6日日経225オプション考察始めていきましょう はい。それでは9月5日の相場外況からです。日経平均33000飛んで36円97円高プラス0.30%トピックス2377.85プラス4.12でプラス0.17%久々の NT ロングの展開になっています。マザーズ768.79プラス10.70プラス1.41%ということで、マザーズは今日も、ね、今日はね、しっかりと反発してきました。そして売買代金ですけれどもプライムが3 4891億円ということで、引き続きしっかり、スタンダード1038億円、グロース1322億円となっています、え次にビックスですが、まあ、昨日アメリカお休みだったということはあるんですが、えっと、14.22まで上がってきました、これね、先週の金曜日かな、13.09と、これもう 12. ぺきぺきに入るんじゃないのというところから、まあ、そんなにね、まだあの先物を見てもね、株価下がってないんですけど、ビックスが急騰してきています。このあたりちょっと ね。注意をしたいかなという気はチロっとしています。で、日経平均 vi もあの昨日に引き続いてね。今日も株価高く上がったんですが、0.42もプラスです。17.56つまり株価上昇にとね。 うんと本来株価上昇したら、まあ、ボラティリティは下がりやすいんですが株価上昇に合わせてボラティリティが上がってきているという、まあ、あの3月から6月の急騰してきている場面もこういう動きになってたんですが、まあ、ちょっと、ね、今週に入ってこういう動き方になっていてここも1、ね、つ注目ポイントかなとは思っています、はい、今日はオプラボラジオのご紹介というかですね 今日、オプラボラジオで取り上げたのは、まあ、9月ね、配当狙いだよねということで、日本株、配当狙いの長期投資ということで、まあ、これ、ちょこちょこご紹介をしている、配当狙い型スーパートレンド大作戦、まあ、こちらの、ね、ご紹介をしたんですが、まあ、ただね、プロモーション的にご紹介したのではなくてえ、今日のオプラボラジオの目玉としてはね、このスーパートレンド大作戦のノートマガジン、大型アップデートバージョン2.0のお知らせという形でお話をさせていただきます ておりますえ具体的にねどういったもアップデートになるのかというところね是非ちょっと聞いてみてくださいでアップデートはするんですけど基本無料アップデートという形なので、まあ、すでにご購入いただいて参加していただいてる方は、まあ、そのまんま、えっと、これあの バージョン2.0にね、あの、マガジンの方にちょっと記載を追加するという形で、動画は今までのままね、動画作り変えるの大変なんで、あの、新しいデータをマガジンの部分に追加して、さらに最新のね、えー、2023年、まあ、9月の前半かな、ところまでの最新データをつけて、えー、っとご紹介しようと思っています。 新たな銘柄紹介も入ったりします。まあそういうところでね、バージョンアップしています。で、9月は、まあ3月本決算の中間配当ということで、まあ私もね、あの、まあ特段、あの、一銘柄だけポジションを、えっと、取るんですけどね、配当を取るために。ただそれだけです。だから別にあの、チャート作って銘柄決めてトレードしちゃえば、あの、1年に1回とか半年に1回ぐらいしか、 あの売ったり買ったりしないので、まあ、忙しい方でも、まあ、基本、逆差し値の、ね、ロスカットだけ入れとかないとあの本当にね知らない間に日経金強いのに個別銘柄なんかヘッドラインとかねスキャンダルが出てドカーンと下がるみたいなことは十分あるので、まあ、しっかりとロスカットだけは入れて毎週のようにねその締め切り日を延長させるっていうだけのメンテナンスは必要なんですが、まあ、それ以外ほとんどやることないのでお仕事を忙しい方もしっかりと資産を増やすという形でねこれあの 非常に、まあ、中見ていただいたら分かるんですけど非常に、ね、あの理にかなっているというところがあると自分で言うのもなんですけどねで私も全部あの実際に投資、トレードしているものを紹介していますがこれはあの、うん、と銘柄を、ね、あの指南するガイドするというのではなくて普通に皆さん自身で銘柄を選択していただきチャートを作っていただきトレードルールに沿って1年に1回ポジションを取るだけです。 ですから、まあ、あの投資助言のようなものではなくて、あの本屋さんで売ってるような書籍と考えていただければいいかなと思います。ただし、誰でもできます。トレーディングビュー無料でもできますのでね。はい、あのぜひ、ちょっと気になる方は、 9月、ね、半年に1回のチャンスの月ですからね。はい。まあ、あの、別に、あの、3月決算じゃない銘柄選べば別に9月じゃなくてもいいんですけど、まあ、やはり選べる銘柄の中でね、配当っていうところに目をつけると、やはり3月本決算銘柄が主軸になるのは、まあ、当然なので、となれば中間配当の9月チャンスですから、ぜひ始めるなら今ということで、あの興味のある方ね、この動画の概要欄、あの、オプラボラジオの方のリンクも貼ってありますから、ぜひそっちを見てね、どんな大型アップデートになるのか、 ちょっと確認してみてくださいはいではチャートの考察いきましょうえまず日経平均の冷やしですね冒頭でもお話をしたように1234567と7連投ですね非常に強いもうあの12日間で11勝1敗ですからねはい私サイコロジカルっていうのはあのチャートであんまり取り上げないんですけどまあねあの 10, 10日とかの10個の ロジカルでで見たらこれもう100になっっちゃってるんですかね、はい、サイコロジカルも突き抜けてるような状況だとは思いますが、まあ、非常にもうこの後にね、冷やしベースはもうあのレジスタンスライン、移動平均とか、あのまあ注目すべきラインもね、全部上抜けています。ですから、非常に強いところでもうこれはもう上にね、あの崩れていくまでついていくしかない。しかも今日、昨日、今日とですね、あの下ひげつけて、朝方ちょっと とこの辺りでいっぱいいっぱいかなというところから、ね、反転して一段高ということですが特に今日なんかはずっとマイナスいう、ね、90円、100円ぐらい朝方つけてたところからの終わってみれば100円高ということですからそして3万3000円を、ね、超えてきたというところなのでさあ S q,、ねうん、と S q 値を3万3000円と3万3500円の間でやるのかそれともここから500円、800円というところドーンと下げてくるのか。 ねうんまあ、ちょっと本当に分からない、まあ、もしくはあれよあれよという感じで、ね、結局3万3000うろうろして終わってみたらこの辺りで S q 値ということも十分考えられるんですがいずれにしてもあの前月の S q 値よりは1000、ね、円高いところで今動いているので、まあ、現時点で相場は一段ちょっと水準が上がっている状況なんですよね。というところも注意しながら今、非常に強いというのはもうこれ、昨日からお伝えしている通りで長期、中期全部上昇ですからね短期が上昇しているだけではなくてし しかも戻り売りのポイント全部抜いてきてますから安易に売るんじゃなくてまあね崩れてくるまでそして S q っていうところで、まあ、S q までに崩れないと S q 明けちょっとさすがに崩れるんじゃないかという気はしてるんですけどね、はい、短期いろいろ過熱ですからねそして、えっと、先物は20時56分現在3万3020円ということでまあまああんまり終わり値から変わっていません、はい、ですからまあ現物と比べて特にあの今のところは、ね、夕方から変わっていないという状況です、はい でこちらは昨日お伝えをした通りえっり、と、現物のスーパートレンドです、えー、3万2804円というこのセルのね、上値切り下げラインを、えー、昨日終わ終値でしっかり抜いたことで、長期上昇トレンドになって、そしてもう早速ここ、崩れんのかなと思ったんですけど、今日下ヒゲつけてね、やっぱりこう、地合いが強いときってのは、こういう動きになりがちなんですよね。はいということで、まあ、あの非常に強いまま、ただ今日はですね、 えっと、この75よりも上のライン自体は維持できていないと、まあ、少しあの上昇が弱まってですね一旦このバーの中に入ってきているので、まあ、そこまで強い形でもないかなというところですねでもう早速、もう日本株はですね昨日散々見ていただいた通りあのた、えっと、超中単と全部上向きですからねしかもメドも、まあ、ある程度、うん、3万3125円 とか150円あたり昨日ね、動画でお話をしたところ、それから WMF ・フィモナッチも今日出しませんが、き、まあ、昨日の動画のところでね、あの見ていただく水準あたりで、まっ、あ、た跳ね返って、またそこに戻ってきてるので、き、まあ、今日もう一回、そのあたり、上値を、ね、抜けるかどうかではあるんですが、うん、まあそもそも日本株は強いよねということで、まあ、ちょっとね、アメリカの方を見ていきたいなと思ったんですが、なんとこれ、10年金利、トレーディングビューがまたこけています。ノーーリアルタタイムデータとね 我々のエンジニア、今も頑張って、えっと、問題解決に取り組んでるよというエラーメッセージが出て、金利が正しく表示されておりません。ということで、まあ、21時5分現在、世界の株価の方で見ると、えなんとアメリカの10年金利4.229ですね。はいえっと、この連休前まで4.187、死、ま、者、あ、購入して4.19ぐらいだったところから見ると、4.229ですからね、まあ、こういうチャートですよ。一気に今、金利が 今日あのまあアメリカね、レーバーデー明けということで、まあまあ、あの金利が上がりやすいというシーズナリーはあったんですが、まあ、その通りの今、動きにはなっていて、非常に金利が、ね、上昇してきていますで。となると、やっぱドル円上がってくるよねということですね、9月5日21時7分現在、147円40銭という形になっていて、まあ、あの昨日のね、この終わり値ぐらい、146円。 えっと、四50銭ぐらいだったのかな。ですから、ま、90銭、約1円近く、今日1日で上昇してきてると。まあ、金利がね、4.19から4.22まで上がってきてますから、まあ、その影響かなと。ということで、えっと、私、これ21時7分にこのチャートをスクリーンショット撮ったんですが、その直後、えー、これはどこだ ?DZ Financial Research かなのヘッドラインで21時10分、まあ、147.42銭まで行って、 で年初来の高値らしいですね、まあ、この辺り全部抜けてますからね。ということで、まあ、ドル円が年初来高値をつけてきたぞと、さあ、こうなってくると、ですねやっぱりこの辺りですよね、はい、鈴木財務大臣あの、ちょっとね、いつも緊張感持ってね、注視している方なんで。 ちょっと今回もですねあの緊張感を持って注視するだけにしといてほしいなとあの鈴木さん、分かってます今、日本メジャー S q ですということなので147円のミドルを超えてきたのでですねこれもうちょっと今日行き過ぎたりするとまたね口先介入だけでまあまあこの辺のことを言っておいていただければいいんですけどそうじゃなくてねちょっとまあレートチェックみたいなキーワードを出してきたりとかするとこれメジャー S q 州にですね為替で 荒れててくる可能性があってですね水曜、木曜、日経均急落の引き金がドル円の急落、円高みたいなね。はい。まあ、あの、もちろん為替の部分からいくとね、ちょっと今はね、日本の株式市場、メジャー S q なんで、 うん、今こそ緊張感を持って注視しとくだけにしといてという、まあ、個人的なお願いでございます、はいでまあ、ドルインデックスがやっぱり強いんですよね金利が上がって、はい、あのドル円の方はまだプラス2シグマタッチしてないんですけどドルインデックスはこれもう今日プラス2シグマ抜けてきましたですから、まあ、円が売られてるというよりも今日の動きに関してはドルがやっぱり非常に強い買われているという状況だと思いますで金利が上がってくるとですねやっぱりナスダックはちょっと厳しいんですよね とはいえ今日ちょっとまだね、チャートが見れてなくて、えっと、プレーでもう30年金利も今、トレーニングビュー止まってるんで。 長長期金利がね、10年金利上がってきてるんですけど、30年どれぐらい上がってんのかなと。でとは言ってもですね、ナスダックの100先物、21時9分現在、えっと、0.3%のマイナスということで、まあ、別に対して下がってないんですよね、言うほどね。で、SP500 は同時刻、0.1%のマイナスで、ニューヨークダウは逆にプラスの0.1%ということで、まあ、ニューヨーク産指数、金利がね、急上昇してきてる中で、でドルが非常に強くなっている中で、まあ、株式市場、そんなに。 影響していません今のところね、これ、市場がいたら、ダーっと下がってくる可能性もありますけど、一応、お休み明けですからね、ただ、先物でプレの段階ではあんまり動いてないですね。はい、ということで、まあ、ちょっとこの状況であれば、株式市場、そんなにね、22時半以降、あの急落展開、心配しなくてもいいのかもしれません。で、ビックストムーブで見るとですね、ビックスが冒頭で伝えたようにね、13.07から14.18まで、まあ、ちょっと休み明け。これはプレ ですすけど急激に上がってきてきます、まあ、株価はそんなに上がってないんですけど、まあ、何やらちょっとあの不安というかですねあの恐怖指数を買う動きになってきてるんですかね、まあ、あのインプライドボラティリティがね SP500 の、まあ、オプションの IV が上がってるってことなんでしょうが、まあ、ちょっとビックスが急騰してきていますでムーブはこれね場が開かないとチャートが出てこないのでただえっと 金曜日まで、連休まではこれムーブねあの債券の恐怖指数ですけどビックス同様ずっと下がってきてるということで、まあ、あの金曜日までは非常に安泰の相場なかなか急落、暴落は考えづらい。 で、そこから月曜日、ちょっと金利が上がってきているので、まあ、このあたりね、場が開いて、ムーブがポーンと跳ね上がるような動きになると、まあ、ちょっと債券市場もあの警戒してるなというところで、明日以降のね、相場、注意しないといけないんですが、現時点で強いんですね。で、こちら、ビックスプラスムーブという形のチャートになっていて、まあ、その名の通りね、ビックスとムーブを足した、 まああのビックスを5倍してですねまあ比率を1対1に近い形にして足し算した合成チャートなんですけどまあやっぱりこれをねしかもここで新型マック D を取ってますそうするとまああのこの恐怖指数が引転して下がってくるということは株式市場にとってはこれ株高になっていく可能性が高いので8月23日新型マック D がねこの指数の 新型 MACD、運転したということで、ここから株高になるんじゃないのという見立てで、今のところその通り来ていると、まあ、やっぱりね、ビックスだけじゃなくて、ムーブもしっかりと落ち着いてるということが、今のまあ株価、底堅い、むしろ強いえ状況を表しているのかなと思いますが、このあたりがね、今日の動きでビックスが上がってきましたが、これ、ムーブが上がってくると、一気にここ、ぐっと上がってくるので、この新型 MACD もね、 あの緑が出てくると、今度株安になってくるというサインなので、これ、引き続き今日明日このチャートもね、割と注目かなと思ってます。で、こちらもオプラボラジオで9月1日、もうつい最近ですね、このチャートの作り方から何から何までご説明しています。ですので、もちろんトレーディングビュー、無料でも作れますからね、こちらもオプラボラジオ、今日概要欄貼ってますので、9月1日のこのサムネイルを探して、聞いてみてください。そしてぜひね、このチャートも作ってみてください。 はい、あとヘッドラインとしては、うん、とゴールドマンがね、今日これ今日のブルームバーグですけど、えー、ゴールドマン、リセッション確率15%に引き下げということで、もともと20%、これねあの、30、25ときて、で今、20だったんですが、さらに5%、もう小,小出しで下げてますけど、15%に下げたということで。 まああのチーフエコノミストのヤンさんはですねリポートで第一に雇用の底堅い伸びや実質賃金の上昇背景に実質可処分所得が24年に再加速する可能性を見ていると第二に金融政策の長期のさまざまなラグに伴う足かせによって経済がリセッションに向かうという考え方はこれは俺、反対だという形でさらにゴールドマンリセッションしないんじゃないのという方向にまあ振り向けてきているということで ですねまあ、このあたりも、まあ、ある程度市場の心理は、これ、あ,あくまでも、ね、ゴールドマンのポジショントークの部分もあるので、あの100%信じるわけにはいきませんが、まあ、こういったもので株式市場、ある程度、ね、左右されますからね、でえっと、ちょっと前、これ8月の頭ですけど、1ヶ月前かな、えバンカメがすまんした、ね、申し訳ない、間違ってたっていう感じでね、まあ、あのバンカメは基本的にリセッションがかなりあって、まあ、かなり高派で見ていたんですが。 ごめんそうでもないかなというような、まあ、あの発表をしていたりするので、まあ、続々とねあの、まあ、タカで見ていたリセッションは来るんだって見ていたアナリストがです、ね、白旗を振り始めているという感じですね、まあ、そのあたりもちょっとあの秋相場に関しての,、まあ、あのイメージとしては、ね、持っておいていいかもしれません。 ただあの、リスクよ、だから今ね、ニューヨークは強いんですよ、そこそこね、で金利が上がっても、今の金利上昇は、その株安に反応するような、まあ、悪い金利高というよりは、まあ、いい金利高かどうか知りませんが、今のところ、株式市場、債券市場あの、ね、ムーブとビックスを見ても分かるように、まあ、心配はしていないと、ここからどうなるか分かりませんが、今のところは心配していない、ただ、ニューヨークではなくて、やはりね、上海とヨーロッパですね、 あの中国、上海が、まあ、昨日まで、ね、なんとかこう戻してきたんですが今日マイナス0.71で、洋、まあのインハラミみたいな、ね、形、戻り高値で出て、25日でしっかりとはたかれているので、まあ、これ、ローソク足だけで見ると典型的なあの戻り売りの形してるんですよね。あのー 強い要線からの翌日、あのインハラミになって、ですねちょうど間に挟まって、しかも上値25日で抑えられてますからね、まあ、典型的にそこからの戻り25日までというパターンなので、まあ、日本市場はここを力強く抜けていったんですが、さて、上海はそれができるかどうか、また朝9、えっと、10時、10時半。 なかなかね心配な状況が続くと思いますし香港は今日2.06と大きく下げたんですねまあまあ,あのチャートの形は中国と似ていてしっかりとあの8月下旬から戻してくる2週間だったんですが25日で香港もしっかり叩かれて今日は 2%5 日線も割り込むぐらい一気に売られているのでやっぱりこの辺りまでかなとそうなってくるとここからまたね少しあの急落するかどうかは別としても、まあ、この辺りでねやや下げながら結局上値、ね、切り下げ 上げているので、まあ、なかなかね戻っていくという形にはなってないかなというところですね。でそうすると中国香港やっぱりなかなかね厳しいよねっていうところが見えてくるとえそことねあの親密な欧州の中でも中国との関連度が高い ドイツはやっぱりちょっと厳しいのかなと。今日もうかなり下から始まってヒヤヒヤしたんですが、21時40分現在、だいぶ戻して、マイナス0.06まで来て、まあ、だから、あの、昨日の終わ値まではなんとか戻してきてるんですよね。はい。まあ、かなり下げてたんですけど、ただ、チャートの見た目は9月に入ってずっと下げてきています。まあ、日経平均がね、7連投というのとは、まあ、対照的に、 結構厳しいアップアップですね。まだ下値は切り上げてきているゾーンでもあるんですが、上値も切り下げてきていて、このヘッドショルダーズを5月、6月、7月でつけたこのネックラインですね、また近づいています。で、ここが年初来安値ゾーンで、まだ年初来安値ゾーンまではちょっとね、余裕があるんですが、 このヘッドショルダーズの,このネックライン割れですねこれがもう本当にあと1%、2%パーみたいな世界に来てますからやっぱりねドイツ弱いしこのあと中国が結局戻せずに崩れてくるとドイツも崩れてくるという結果になってアメリカがなんとか踏ん張ってもですねやっぱり中国とヨーロッパ なかなかね株価が上昇していくような秋の出だしにはチャート上は見えないというところで少しこのあたりが、ね、やっぱりリスクかなとメジャー S 級明け、うんにえっと、日本はメジャー S 級まで仮に3万3000円の上を維持するような形で ある程度ね引っ張り上げるような買いが入ったとすればその反動はちょっと怖いかなという感じですね中国と欧州が今みたいなチャートもしくは今から一段安みたいな状況になってくると来週 S q 明けはちょっと心配かなという気がしています。 はい、ここからはオプションの手口ですが、えっと、まず海外勢合算ですね、き、まあ、今日はコール売りのプット買いですから、枚数的には、ね、分かりやすくデルタマイナス、つまり下の方向に調整してきています、もう上の方はは、ね、コール買いがほとんどなくなって、しかも今日もコール3万3250、え昨日に引き続き249枚売り乗せ、これで1373枚、まあ、ここは、ね、まだあの開示されてないので。 今回の開示でようやく、ね、3万3000まで開示されたということなので、ここがどれぐらい残ってるか、まあ、あの分かっての範囲での積み上げで、ね、1300枚、まあ、先週、今週で1300枚売られたことは事実なんですね。はい、ただ、それまでに、えっと、買いのポジションが結構あった場合は、ただ売り決済しただけになるので、まあ、ここまで、ね、大きな負担になっているかどうかはまだ分かりませんが、いずれにしても、先週から今週でここかなり売られていてです、ね、さらに3万3000円近辺も高 オール売りのプット買いになっていて、これ、海外勢のバランスだけで見ると、3万3000よりも上はないなという形になってます、まあ、むしろ3万2750よりも下ですね、はいまあ、それぐらいのバランス、今の ATM よりも一段下のところが、まあ、今、海外勢のストライクエリアになってきたんじゃないかなという気はしています。 はい。一方で、ゴールドマンですが、ゴールドマンは先週からね、まあ、そこまで枚数多くないにせよ、じりじりとコール買いを増やしてきています。そして結果的にはですね、もともとはね、えっと、3万2000を軸に上と下のコール買いとプット買いというポジションだったんですが、まあ、株価が上に行くちょっと前ぐらいから、コール買いとプット売りを3万2500円よりも上の水準で入れて、もう今のバランスは明確にですね、3万2500円よりも上ですね、まあ、もっと言うと3万2000円 0 0 0円のところにも、えっと、約900枚のコール買いがここに、まあ、これも入れると1000枚かな、3万2000円から3万2250のコール買いが1000枚ぐらいあって、さらに3万2500のコール買いが1141、これはちょっとね、今週2日、開示エリアから上にずれちゃってるので。 金曜日までは確実にこれ残高があったということですからね。で、この辺、プット売りですから、まあ、基本は3万2000円よりも上、まあ、一番いいのは、今日3万3000円のコールを258枚買い乗せをしているので、まあ、3万3000円よりも上で S 級決着を見ているというのが、今のゴールドマンのバランスになっています。はい、次にアムロです。アムロは今日もコールは売り越し、プットは買い越しなので、コール売りのプット買いですから、 えっと、デルタマイナス、まあちょっとね、海外財合算のバランスがアムロの比重が高くなってしまっているので、まあ、海外財合算と似たようなというかね、はい、海外合算したのがアムロ7割ぐらいのなんか力関係に今なっちゃってる気もしますがいずれにしてもアムロ上をコールかなり売ってきているのでもう基本的にほとんどコール買いはなくなってきました一方で、プットは3万2500のところが今日も675枚買っ でさらに、その上ですね。三万二千八百七十五のプットと、三万三千のプットも。まあ、それぞれ三百二十枚、三百三十枚弱買い乗せして、これだけで千三百枚ぐらい。あのプットが入れたんですよね。まあ、その下、四百五十枚ぐらいはプット売りを入れてますがということで、これ。三万二千五百よりも下っていうところを強めています。はい、コール売りがね、三万三千円も上のところコール売りだし、えプットは三万三千円も下のところプット買いで、三万二千五百にね。1, 五十四銘もプット買いが入ってます。一方でプット売りも今日二百八枚三万二千円を入れて、えなんと三千七百枚。これもねあのちょっと開示しているところが一週ここないので。 まあ、こんなに売り持ちしてるかどうかはちょっとわかりませんが、それにしてもですね、かなり3万2000円のプットを売ってるんですね。つまり3万2000円よりは下がらない。でも、3万2500円よりは下ということで、これ、3万2000円以上、3万2500円以下のポジションを、まあ、かなりストライクとして、えっと、厚めにしてきてるので、まあ、今ね、3万3000円ぐらいですから、あと500円ちょっと、まあ、水木でね、ドスンと。 SQ の前にドスンとくるシナリオになれば、まあ、アムロが一番喜ぶと、まあ、そういう、ね、あのバランスになってきています。はい、最後は先物です。今日日経平均プラスの0.30%、トピックスがプラスの0.17%なんですが、まあ、あのもう今週はロールオーバーなんで、えっと、9月切りを見てもね、あんまり意味がないので。 もうね17万枚あったものをあと2日でほぼゼロにしないといけないんですね。今日9万枚近く売り決済されています。9月切りがね。ただ見てください。12月切りが、えっと、かなり今日は買われてですね。なんとあの結局ですね、えっと。10万枚ぐらい12月切りが買われているので差し引きすると。 昨日は1000枚の、ね、わずかな買いだったんですが、今日1万2500枚ということで、海外税、木、え、先、っと、12月切りに、ね、入れると、ですねかなり買い越しをしています、先物全体でね。はい、ということになるので、まあ、個別では、ですねソシエテが7000枚とか、同じくモルガン・スタンレーも7000枚、ね、今日う、木地下を6400枚売り決済して、昨日も9700と、もともと7万枚以上持ってましたから、まあ、ここは決済するんですが、 先のローーーバー今日枚買ってきてきるんですよねあのプラスだから1万、えー、1000、うん、枚ぐらい買ってるってことかな、うん、違う1万1万30001万3000円ぐらい買ってるのか1万4000円ぐらい買ってるのかなはい、まあ、要はプラス7000枚にしてきたということで、まあ、このあたりですね、まあ、あとバークレイズも今日 えっと、3400枚ですね、1万4000枚記事化を決済してえ、木先1万8000枚近く買ってると、まあ、そういうようなロールオーバーなんですけど、買いざんというか、買い長なんですよね、1万2500枚,枚か、もう大きく先物ベースでは海外勢買ってきたのが今日の相場なんですね。でその中で えっと、IV もね、上がって日経 VI も上昇してるということなので、まあ、あの、ナイトに入って一進一退にはなってますけど、これもしかしたらね、SQ33000 も上で、決着をするような流れになるかもしれないなと、ちらっと思うぐらいの今日ちょっと先物の,のね、いなので、まあ、このあたりはちょっと注意深く、明日も見ていこうかなと。まあ、私はもうポジションある程度、あの、うんと、 生産というかね、もうどっち行ってもいいようにしているんですが、まあ上に行く分にはね、カバードコールが今もう満額なので、まあね、結果論としてはカラースプレッド入れなくてよかったなという話なんですけど、まあまあ、あのこのまんま行く分には全然構わないんですが。 ちょっとね、えー、とショートしている方とか、うっかり10月切りのね、ファーのコールを打ってしまった方なんかは、ちょっとね、S q をあの超えるまでは、なんかこのあたりの動き見てるとですね、なんかもう一段、あの上昇しての S q 決着もなんかあるかもなという気もしてきたので、まあ、このあたりちょっとね、注意した方がいいかもしれません。はい、ということで、いかがだったでしょうか、明日の投資天気予報も昨日と一緒ですね、あの基本的にチャートは全部上向きね、ね手口なんか見ても、まあ、十分上を意識できるので、 まあ引き続き崩れてくるまではとただいろいろな短期の指標はもうあのアップアップなのでこのまんま3月6月のねアップアップのままどんどん上昇した相場を再現できるのかまあ私はねそれはないのかなという気はしているのでまあそうなってくると。 まあ近々ね、雲が出てきて、まあ、天井、どっかで天井はつけますからね、まあ、それが近づいているのかなということで、まあ、雲が出てきて、えーと、下落開始したら、まあ、すぐに下のポジションに移行するという感じで、今の上昇相場を引き続き見ています。はい、ということで、今日の動画も役に立ったぞ、そしてこのチャンネル応援してもいいよという方は、チャンネル登録とグッドボタンの方ね、ぜひぽちっとよろしくお願いいたします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね